さあ皆様、2日ぶりかな、ドラゴンクエストタクトのお時間でございます。ギコちゃんです。あ、はい、そんなわけで、ギコちゃんね、ちょこちょこ進めてる。パーティー今こんな感じなんですけど、まあちょっと B が2枚あるってことで、まだまだ強くなれるよね。で、二次クジャクは覚醒したんですよ。1回前回の動画で2枚当たったんで、ちょっと強くなってるんですよね、この二軸弱。なんか知んないけど。ちょっぴり強くなっているわけですけども、今、レベルが 51?41?41 か。早く56にしたいね、これね。はい。で、今回なんですけども、またちょっとスカウトしていこうかなというところでございます。で、チケットが確かね、15枚あるんですよ。チケットが15枚あるので、このチケットをちょっと使っていこうかなというところ。左右ないじゃんこれ。はい、まずはチケット15枚使っていこうか。まずはここから、まずはここから。普通だよね。スライムは4匹。ああそうだよね。ただね、のっちんさんの動画を見る限り、金からこのあとぶっ刺さった。ああそう、変わるんだよ、変わるんだよ。それ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 、デビルパピオン、おい、使ってるやつだよ俺今。覚醒ランクアップありがとう。で、次行きましょう。そう、アップするんですよ。昇格演出あるんですよこれ。びっくりした。いっぱいスライムがおるぞ。あ、なんかあんま関係ない。変われ、変わんないねそこは。ミニデーモンちゃんね、覚醒して、あぶない、スカウトだったよ。さあ来い、虹来い、いきなり虹。ここら辺はなんか特に、光のタクトの先っぽの色とかも言われたけど、特に今のところ何もないな。めっちゃ金で、デビルパフィンやめろよ。よしよしよし、キラータイガー覚醒してる。覚醒キラータイガー強いんじゃない。ああるわ、先っぽの色が青だわ。さっきまで金だったもんね。あ、本当だ、これは昇格しないでしょ。あ、そう、なるほどね。あ、ほんとだほんとだ。ってことは金、虹とかもあんのかな、先っぽが。先っぽが虹なんかエロいよね。まあいいや。あ、今回は、あ、青か。これはないってことね、銀ってことね。遠山の銀さんね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。あ、ほんとだ、マジじゃん、演出それじゃん完全に。可愛いなこのピンクモーモン。神ハルムイの近くによくいたよね、ピンクモーモン。めっちゃ買ったな、天やった時。これまだ青か、青じゃん、めちゃめちゃ青が多いな。変わんないでしょ、これは変わんないよね。そうだね、ミニデーモン。悪魔の騎士ありがとう。覚醒、覚醒って文字やめてくんない。あれか、もっと必要なのか、覚醒してないんだね、これじゃ。ついなそれは。お、めちゃめちゃスライムいるけど、ちょっといいのかな、こっちのスライムの量でも昇格する可能性はあるってことかな。しないね、全くしない。ミニデーモンだよ。あ、ミニデーモンもう覚醒きついねこれ。なんか覚醒を考えると使えるキャラクター多そうだな。青だね、光のタクトは青。なるほどね、可愛いなこのミニモーモン。これ変わんないね。ヘルコンドルありがとう。これ覚醒じゃない。よし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 、あと7枚あんだ、めちゃめちゃあるな。枚数めちゃめちゃあるな。金じゃないね。これはもう銀のままだろう、さすがにそうだろう。ベン、そうだよね、ミニデーモン、しゃあない。あと6枚、金が見たいな。青だね。銀から虹に行くことはないのかな、ちょっと希望を持ちたくなんない。あー、ダメだ。え、初めて見たんだけど、スライムボーガンっていたの、初めて見たぞこれ。すげえ、てか懐かしいスライムボーグ。また青だね、これもダメでしょ。あ、そうだね、悪魔の騎士センキュー。またかく、あ、覚醒なんかアップした。わしゃしゃしゃ、さっきしなかったんだ確かね。あ、金じゃん、来た、光
光の滝との先っぽが金ピカに光っているっていうことは金昇格してもいいよ。からの昇格はからの気持ちよがてスタイ。おいデビルパピオン、ランクアップありがとう。あと3枚あるからね。これは青だ。オッケーオッケー。これはしょうがない。これは諦めよう。毎回毎回そんな成功するとも限らない。だからこそガチャは楽しい。うん、行くぞ。あと2枚だぞ。スカウト券は金で、スライムもいっぱいいる。さっきと違うぞ。さっき金でスライムがちょっとしかいなかったから、いけ金で昇格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 来い。ゲッダーデビルパピオン。あ、キラータイガーね、ありがとう。そうですよね、甘いよね、その考え方が。甘い甘い甘い。スパ、これは無理だ。これそうだね。スライムボーグセンキュー。さあ、ということで10連いっちゃいましょう。ここでもう行かないとダメ。ここで決定にしてほしい。怖いな。青いぞ青いぞ。おい何やってんだ。あー虹1個あんじゃん。もうあんジョンファン、まずマジかよ。虹クジャク以外アークデーモンとか分かってた。虹クジャクだったことは分かってた。全て分かっていた。その真実にギコちゃん気づいていた。だよね。え、シルバーデビル持ってねえ、かっけえ。無理だよな、これはな。ドラゴンバゲージ、ゴールドウォーク。まさしく今ドラゴンクエストウォークに来たね。6章にね、持ってねえ。シャドウ持ってる。キラリガンのね、目が怖いんだよな。いや嬉しいな。でもちょっと虹枠がちょっとしょぼかったね。しょぼかったっていうか、え、泥人形持ってなかったっけ。え、持ってたと思ってたんだけど。オッケーオッケー。まあランクアップしてるし、シルバーデビル手に入ったし、全然オッケー。 A 枠が2人目増えたってことだから、まあ悪くないですよね。うん、いいっすね。ちょっと待って、仲間一を見てみようか。てか待って待って、パーティー遠征でさらにパワーアップしたんだ。これすげえな。あ、違う違う、これどこで見んだ。覚醒スキルみたいなのないのか。特にそれは、まあ、それあったらまずいか。覚醒ポイント20。なるほどね、はいはい。まあ2回覚醒したってことで、じゃあちょっと先ほど来たこれなんだっけ、イベント、いたいたいた、バーサス悪魔神官きちいける。ちょっとこれ行ってみようか。4300でした。いける、オートで行くぞ。これ昨日負けたからな、神田田。その後勝ったんだけど、オートで勝ってこそナンバーワン。かっこいいな悪魔神官。その前に地獄の使いが2人いるけどね。さあここで行くわ、頼むぞ。メラ系のイルカアップ、3匹しかいないんだからいけるよ。ただあいつらね、めちゃめちゃベギラマ使ってくんのよ。鬼火オッケー。ちょっとずつ削っていこう。バギーね、あ、バギーも扱えるの。え、知らなかった。え、何もしてこない。なんでなんで止まってんの。なぜ怖いんですけど。怖いんだが、めちゃくちゃ怖いんだが。呪文力アップ、怖いんですけど。ああ悪魔進化に行った。鬼火、おお、いいぞいいぞいいぞ。お前やるな。おいしょ、悪くない。やべ、インって賢さ上がった。必要あるそれ。ベギラ来た、あちぇーん。待って、ワンパンじゃねえかよ。ちょっと待ってくれよ。ちょっとマジピンチピンチピンチ、いきなりピンチ。ベホイミありがとう。でも即死なんだよな次で、絶対即死なんだよな。寝かせていかない。何してんねん、やばい。お前そっちかい、大丈夫かお前。いやちょっと怖いぞ。バギークロス痛え。でベギラマ、これマジでやばい、マジでやばい。ちょっとオートやばい、オートやばいって、オートやめよう。
ちょっと待ってくれよ。メラミしかないじゃん。会心のメラミいけ。あんのそんなの。いけ。燃え尽きていく。お前ふざけんね。これオートダメや。これちゃんと手動でやろう次からね。はい、ということで以上ギコちゃんでした。バイ。